せーの、パンパカパン。みのみです。かれんです。ココロです。あかりです。ファイブエモーションです。はい、今日は何するんですか？クソリップカルタ今のがもうクソリップですねクソリップカルタ。クソリップって何ですか？クソみたいなリップ。対象年齢15歳以上だって、傷ついちゃうから、ね、でカルタなので読み手が1人いて、はい、残り4人は1人ずつ取ってもらいます。そのリップだろうっていうのを取ってもらいます。あ、ワンちゃんかわいいって言って自撮り載せてる人がいたら、それに対して何て来るか。あ、予想リメージャーに。そうです。かなり難しいです。難しそう。で3点取った人から抜けていきましょう。最後に残った人は自分のクソリップエピソードを言っていただきましょうか。じゃあいいや、読みはこっちでやります。あ、はい、それでは早速やっていきましょう。せーの、レッツゴーレッツゴーバビュン。それでは早速クソリップカルタをやりたいと思います。イエーイ。有名人20代女性の投稿。夕飯早かったから夜食にカップラーメン食べちゃおう。では左から順番に。じゃあ、だから知るか。勝手にすればいいじゃん。ナイスおっぱいうるせえです。正解は保健所に収容されている子犬を助けてあげないんですガチでね。全然違う。分かんない。っていうような。ナイスおっぱいが一番いい選手だもん、ね。確かに。一般人女性の投稿です。何もしないで生まれつき綺麗な人とか見ると死にてーって思う。はい、じゃあ、はい、長いですよね。話はそれますが、アニメロゴが人形型である理由議論する必要がありそうですねなんか偉そうだな。光合成をご存知ですか？だったら見るな。平和ボケしすぎ、本当に死ぬほど苦しんでいる人に失礼だと思いませんか？じゃあ正解は平和ボケ。やったー。じゃあ1点獲得です。すごい。一般人男性の投稿。20歳の頃遠方でもほぼ毎日女性を家まで送ってあげた。そのおかげで今の妻に出会えたんですよね迷ったよ。アピールが気持ち悪い。何を作るつもりだハゲ。別にそこまでいい話じゃないですよ。顔以外はイケメンだな。だから何ですか？正解は別にそこまでいい話じゃないんです。次は一般人男性の投稿。うわ、せっかくゲームしようと思ったのにチームのみんな寝てる、最悪。お前の家神間の上だろ。あなたはまだまだ若造の鼻っ垂れです。まずは母親に感謝しなさい。でも無限目は体育にすればいいじゃん。いつになったらツイッターやめるんだよお前。自己顕示欲に送りください。大学生かって。正解はいいね。クソリップだ。有名人30代男性の投稿。世の中に不満を言っても時間が過ぎるだけ。今は自分にできることをやればいいです。黙れ調子の女、つべこべ言ってないでやれ。うん、だからうちの Wi-Fi が壊れないと心配です。大丈夫ですか？ご心配なか正解は顔以外はイケメンだな。うわー、それでかよ。男でか。トリックだな。また想像つかない。余計な一言。一般人20代女性の投稿。苦しいなら別れればいいじゃないとか、そんなことがいりません。私は心底愛しているの。別れればいいじゃない。私と結婚したいなら連絡してください。080のプロルルルル。うるせえです。だからお前終わりたいせないよ。では正解は別れればいいんじゃない。いやー、そのままなんだ。意外とストレートにしましたね有名人30代女性の投稿です。桜が咲いていました。だから彼氏と見たかった。彼氏と離れ離れで辛いです。私をフォローしてください。合成をご存知ですか？ナイスおっぱいはい、では、彼氏と見たかった。彼氏と離れ離れ。すごい。桜をね。一般人男性の投稿。スマブラ最新作で実装された機能をまとめてみました。面白くないものを押す意味がわからない。好きです。この声聞こえてたらいいな。メモ予言目は体育。うちの Wi-Fi が壊れないか心配です。大丈夫ですか？
ルーツは古代エジプトの王家ですから、庶民が使っているのはそれみたいなものなんですよ。あーあーって何言います正解は話はそれますが、アニメロボがやっと出るのは、ありそうですね。そうだよね。で有名人、30代女性の投稿。今日で31歳になりました。もういい年ですが、これからもよろしくね。アピールから気持ち悪い。僕と付き合える可能性あるってことですよね。お前、偽物だろ。私をフォローしてください。ヤッホー、ヤッホホー、ヌーブレヤッホホー。正解は、あなたはまだまだ若造のハマってるです。ちょっと思った。まずは母親に感謝しなさい。うるせーよー。有名人30代男性の投稿。皆さん、アマゾンプライムのことなんて略しますか？真面目に仕事しろや。知るか。なぜ省略するんですか？あなたもされたら嫌でしょう。そのかさいかがでしょうか？その声にはマインドフルネスの効果があるんですよ。ナイス、おっぱい。じゃあ正解はなぜ省略するんですか？あなたもされたら嫌でしょう。それだね。じゃあこれでリーチで覚えられない。有名で30代男性の投稿。世界平和を祈っています。知るか。辛いものを食べるとお尻から血は出ますか？アピールかよ、気持ち悪い。人任せいかがでしょうか？その声にはマインドフルネスの効果があるんですよ。やばれ、調子乗りそう。つべこべ言ってないでやれ。正解はお前偽物だわ。マジかなのにね。なんでツイッター開いたら風船が出てくるの？正解はアピールから気持ちが。やった。私は趣味したいで生きています。真面目に仕事しろよ。すごい。なんかあんま嬉しくないね。さすがに芸能人とは付き合えないわ。うるせえブス。僕と付き合える可能性あるってことですよね。僕と付き合える可能性あるってことですね。ドラえもんクソリップマスターです、ね、知らんくないです。バイ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 。みんなね、頑張ってクソリップ。ギターもドラムもできるようになりたい。面白くないものを押す意味がわかんない。なんか偉そうだな。なんか偉そうだな。カルタだからね。眠たくて目がこんなにしょぼしょぼ。自撮り添付ね。そっぱい。いつになったらツイッター見れるんだよお前。自己顕示欲汚れるダクサイ大学生かって。ナイスバーイ。おーい、クソリップは全部ブロックしています。なんでなんで、何かありました？僕のクソリップのせいですか？クソリップって何？クソリップって何？イエーイ。ってことは全リーチです。リーチです。家事代行サービスがすごすぎるんだが。知るか。唐揚げあげてるから落ちます。トマカサいかがでしょうか？その声にはマインドフルネスの効果があるんですよ。お前の家ファミマの家だろ。あ、まあそれもありそう。人任せはいかがでしょうか？クソリップマスター2。クソリップマスター2。意外と実は送ってるみたいな。あんまりスペクト言ったんですが、シャチハタでも100均でもいいのにハンコがないなら受け取れないって。日本のハンコ文化はいよいよ意味ない気がする。ルースは古代エジプトの文化です。パン抜け。ゴヤモンクソリップマスターです。マスター3。うれしい3。ではついに最終決戦です。一般人男性の投稿。フォートナイトは本当に面白い。絶対に今やるべきですね。はい。これ違う気がする。面白くないものを押す意味が分からない。うちの Wi-Fi が壊れないかしら。ありそう。大丈夫ですか？面白くないものを押す意味が分からない。ポジティブに一回集まっていただいて、負けた日向さんはだから何ですか？自分のクソリップエピソードを一つ頂戴してもいいですか？あ、いいですよ。クリスマスに投稿したんですけど、あー今年ぼっちだな、寂しい。サトシ君呼ばないんですか？です。すっげえクソリップだなって思いました。キュンです。ありがとうございました。ありがとうございます。あれですね、今度はみんなのクソリップでカルタができそうですね。いや本当にできるかも。まず送った人が、え、あれ俺クソリップなんだって思って。
この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録